続きましてフォワード船山隆之選手。1987年5月6日生まれ、千葉県成田市出身、27歳。柏レイソルのアカデミーで育ち、サッカー界の名門流通経済大学へ進学すると総理大臣杯で優勝、4年で3度のリーグ優勝と大学サッカー界で多くのタイトル獲得を経験しています。栃木 SC でプロ生活をスタートするも負傷不快に恵まれず、当時 JFL があった松本山が FC へ。2012年完全移籍を果たすと一気に才能が開花し、3年連続2桁ゴールを記録。特に昨年は攻守にハードワークできるストライカーとして大車輪の活躍を見せ、自己最多19得点を挙げ、チームを J1 昇格に導く立役者となりました。サッカー選手として油の乗り切った彼が選択したのは、2年連続得点王大久保嘉人を筆頭に強烈な個性を放った攻撃陣の中でのレギュラーラッシュ。シュートには自信がある、ゴールを取ることが自分の仕事という強烈なアタッカーが、愛着があり自分を大きく成長させてくれた松本を離れ、ここ川崎フロンターレで新たな一歩を踏み出します。それでは船山選手、サポーターの皆さんへご挨拶をお願いします。こんにちは。松本山から移籍してきました船山貴之です。まず川崎フロンターレの一員になれたことを嬉しく思います。そして場がすごい苦手なので何を話していいか分かんなくなっちゃうんですけど、とりあえず1年間戦えるようにこのキャンプで体を作って、最後にみんなで笑えるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。船山選手ありがとうございました。続きまして